ヤフーの前はマイクロソフトでみたいなね、その前は半導体の時代があってインテルがいてみたいなね。でもう戦後何サイクルも入れ替わってるし、ビジネスモデルもどんどん変わってるでしょ、うん、日本はずっと製造業ベースの産業構造でしょ、うん、ええ、でそのネットの世界のその技術力とか才能もね、決して劣ってるわけじゃなくて、そのいろんな才能を秘めた人たちがいっぱいゴロゴロいると思うんですよ。なんでそれがうまくいかないんですか。だけどどうしてもその僕はすごく Google に入って思うのは、コミュニケーションの能力っていうか交渉力だとか、ドコモだって i モードとかもうね、十何年も先んじてああいう世界、モバイルの世界で作ってたのに、うん、あれをあの世界にグローバルにスケールできなかったでしょ、結局日本だけで終わっちゃって、うんうん、だから世界標準に持っていくだけの交渉力とかコミュニケーション能力がやっぱりそこは一つ欠けてんじゃないですかね、日本は、うん、世界標準に持っていける技術ではあったんですか、あの例えば。あ、もちろんあったんじゃないですか。だから日本にはそういうものいっぱいあると思うんですよね。世界にデビューさせたらもっと世界で流行って、あの何ですか、日本人以外もそういう日本の文化とかあのアイデアとかテクノロジーを享受すれば生活が豊かになるみたいなの日本っていっぱい持ってると思うんですよ。だからそれをやっぱり世界にあの広げていく、そこのところ の、 そのエネルギーなのかコミュニケーション能力なのか、そういうのが足りないと。いや、だから最初の話へ戻るとですね、まあ、とにかく、まあ、宮崎もそうだけど僕にしてもそうやって背を向けてきたインターネットだけれど、ね、どうもそうじゃないなっていうことをちょっと感じ始めたんですよね、うん、でも何しろこの間、うん、あの僕にしても何しろそっちの方へ全然目を向けてなかったんでね、うん、何をどうしたらいいか分かんなくて、うん、ただねえ、うん、まあ、いわゆる Google っていうのを見てた時に、うん、あのいろんなね、まあ、いろんな本にもそういうことが書いてあったんですけれど、うん、要するに、クラウドをはじめ、うん、要するに今までお金出さなきゃ買えなかったものを無料化するっていう、うん、でここに一体この会社の目的は何なんだろうって、うん、もう非常に素朴に感じたんですよね、うんうん、そうですよね、それでまあ僕らもね、うん、普通映画を作る、うん、そしたらそれを映画で興行する、うん、それでまあその後、ビデオにする、うん、でその後テレビでも放映する、うん、なんていうことをずっとやってきたわけですけどね、うん、まあ僕はあんまりそういう言葉使ったことないんですけれど、うん、そういうモデルは、うん、これは早晩っていうのか、うん、もう完全に崩れ始めてる、うん、でそういうことで言うと僕らもね、自分たちの作ったものを、うん、これからどうしていったらいいんだろう、うん、その象徴的存在としてね、うん、Google っていうのをね、うん、やっぱり思わざるを得なかったんですよ、うん、だからまあ僕がすごく気になったのはね、もちろんビジネスの方もあるんだろうけれど、Google っていうのはビジネスだけなんですかね。いや違いますよ、あの Google の本質っていうのをどう語るかっていうのはいつもあのなかなか難しいんですけど、はい、僕なりの私なりの解釈はね、はい、あのもちろんまあ、ビジネスというか金がないと何も活動できないので、その Google っていうのはそのなんていうんですか、Google が持ってるビジネスモデルって非常に重要なんですけども、それは何かっていうと、我々 の、 あの全部の収益の今年2兆円ぐらい の、 あの売上っていうかあの収益なんですけど、あのその 97-8% っていうのはいわゆるインターネット広告、特に AdWords って呼んでるあの検索連動とかコンテンツ連動のあの広告、インターネットの広告の収入なんですよね、うん、ここであの潤沢な資金をとにかく稼ぎ出して、はい、それを、まあ、インターネットとかクラウドコンピューティングのその進化に惜しみなく、うん、あのまあ、再投資するっていうか、うん、そういう循環で動いてるんですよね。それはじゃあ手段ってことなんですか。で、あのドアーズが片っぽにあって、でそれ以外がこっちにあって、でそれ以外のところは例えばストリートビューだろうが YouTube だろうが、あるいは Android だとかあの Chrome ブラウザーだとか、いろんなものをこっちで開発してるんですけども、これはそれぞれが別にビジネスユニットになってないんですよ。生態系になってなくて、採算一切考えなくていいんですよ、言ってみれば。だってそのストリートビューなんか採算考えたらとてもじゃないけどバカバカしくてやってらんないですよ、ね、車あれだけ調達してコンピューターとカメラ積んでドライバー雇って、このこういう道をくまなく全部日本全国走らせて、一体どれだけ金かかるのみたいな話ですよね。だけどそれをやるのはそのこっちで稼いでる金があるからね、できるわけですよね。でなんでやるかっていうと、あの我々の社税であるその世界中の情報を整理して誰でも使えるようにすると、普通の会社だったら技術者といえどもね、そのどっかで自分の技術をプロダクツにまとめて売らなきゃいけないから、あの純粋な技術を追求するなんてこと不可能じゃないですか。
だけど Google はそれができる感じできるんですよね。そう思います、僕ですらそう思います。そうですよね、うん、初歩的な質問です。クラウドコンピューティングって何なんですか。クラウドコンピューティングってそのなんていうんですかね、まあ、説明するのはちょっと難しい部分なんですけど、要は手元で今までやってきた世界が全部サーバーの世界に移行するっていうことを言ってみればクラウドって言ってるんですけど、今も皆さんクラウド十分使いこなしてるんですよ。 OS とかさ基本ソフト、うん、ね、みんな自分のものにするでしょ、うん、だからいろんなソフトも買ってきてさ自分の手元に置こうとするじゃない。ところがサーバーの中にネットワークのところへねサーバーがあって、そこへね借りに行くわけよ。で必要な時に持ってくる。だからそれはお金がいらない。今ね手元に情報をその自分の手元に持つって全然現実的じゃない時代なんですよね、うん、っていうのは例えば YouTube だって世界中で今1分間に20時間分の動画がどんどんアップロードされてたりするんですね。でそうするとそんなものをその全部持ち歩けるわけもないし、だからクラウド側に全部情報はもう貯めるっていう時代ですよね。でクラウド側に貯まったものを必要な時に取り出してみればいいんで、取り出してみれる仕組みさえ手元にあればいいんですよね。それがブラウザーなんですよね。だから基本的には全部今まで、例えばもっと分かりやすく言うとマイクロソフト のワードとかエクセルとかああいうのってデスクトップ上で手元でクライアント側で動いてるアプリケーションなんですよね。だからそこで作った文章っていうのは自分しか見れないし、誰かと共有するためにはメールに添付して送ったりしなきゃいけないじゃないですか。だけどこの環境をクラウド側に持っていくと、例えば文章を作るのはサーバー側のその文章を作るソフトを動かして、それ全員で見ながら一度に同じ文章に一度に大勢でアクセスして一つの文章を作り上げたりすることができるんですよ。そのインフラを Google が Google の金を使って整備したわけですよね。そう、ですからデータセンターっていうかサーバーを世界中にサーバー群をどんどん構築してるんですよね。だって全部自分で所有しようと思ったらね、所詮限りがある、うん、それがどっかに全部置いてあるってことになればみんなが平等、それを活用できるわけだから、うん、だからそういうものができてそれが実行に移せる、それは非常に面白いなと思ったんですよ、うん、本当仮暮らしですね、うん、まあね、うん、まあ、だからいろいろなんていうんですかね、選択肢が増えるって言いますか、例えば今クラウドで一番最近の注目は企業がクラウドをその自分の社内システムとして使う、ね、採用する会社が出てきてますよね。増えてきてるんですよね、うん、それはやっぱりその不況が後押ししてる部分もあって、うん、IT 投資ってかさみますから、うん、じゃあその何も自分で全部サーバー自前でねその購入して、うん、でそのシステム全部自分でね、うん、インハウスで作ってなんていうことやってるとすぐ何十億ってお金が必要になるんで、それよりも必要な時に借りればいいじゃないっていうのがクラウドですよね。非常に合理的なんですよ、メンテのコストが無駄がいらない。だってどんどん変わるしね、負荷がいろいろ変わった時に、ね、うん、別に Google のサーバーで吸収すればいいので自分のところでサーバーはまた増やす必要もないですし、うん、だからある時期なんですけどね、うちの息子っていうのが今あいつ30ぐらいになるのかな、でもこれがね高大学生になる時かな、僕がお前も大学生なんだからねなんかプレゼントしようかって、でコンピューター買ってやろうかって言ったんですよ、そしたらいらないって言われたんですよ、うん、でなんでって言ったら、だっていろんなとこにあるじゃんって、うん、でどうせ買ったってねすぐ古くなるよって、どっか行けばいつも新しいものが使えるってソフトだってそうだよって言われて、うん、っつって、それで実際、まあ、うちの息子世界中をねあっち行ったりこっち行ったり、うん、でどこ行ってもそこにあるコンピューター使いこなす、びっくりしたんですよね、いやだからそういうことで言うとね、僕なんか iPhone のああいうビジネスなんかもねすごい古臭く見えたんですよね。これも過渡期の一つのある過程に過ぎない。そうですね。でその先へ行ったらね、まあこの間スティーブ・ジョブズが賞を受けてたけれど、まあそれはこの10年だったからで、うん、この次の10年スティーブ・ジョブズがそういうことを、うん、になる可能性はもうないだろうって思っちゃったんですよね、うん、すごいですね。正しいですか。正しいんじゃないですか、ね、スティーブ・ジョブズってやっぱりすごいと思いますけど、そもそもiPod とか iPhone の, その成功モデルって彼森田さんのことすごい尊敬してたんで、
あのウォークマンでやったことを、もちろんテクノロジーとかは全然違うわけですけど、うん、マーケティング戦略的にはすごくコピーした部分あるんですよね、うん、あその単に土俵が変わっただけでやってること同じじゃないのと、ねね、コンピューターの機能の中で DVD レコーダーっていうのを作ったのと全く同じ、ダウンロードやってる限りやっぱり本来の意味でスティーブ・ジョブズもインターネットをあの理解してるとは言えないわけですよ、ね、うん、だからあの人も旧来の人だなと思いましたね。ですからもう本当そういう時代ですよね。パーソナルコンピューターの時代があって、今もパーソナルコンピューターじゃなくて、そのまあ何て言ったらいいんですかね、インパーソナルとかっていう言葉がありますけど、うん、だからその先に Google 持っていくだけの交渉力とかコミュニケーション能力がやっぱりそこは一つ欠けてんじゃないですかね日本は、うん、世界平均に持っていける技術ではあったんですか、あの例えば、あもちろんあったんじゃないですか。だから日本にはそういうものいっぱいあると思うんですよね。世界にデビューさせたらもっと世界で流行って、あの何て言うんですか、日本人以外もそういう日本の文化とかあのアイデアとかテクノロジーを享受すれば生活が豊かになるみたいな、日本っていっぱい持ってると思うんですよ。だからそれをやっぱり世界にあの広げていく、そこのところ の、 そのエネルギーなのかコミュニケーション能力なのか、そういうのが足りないと。いやだから最初の話へ戻るとですね、まあ、とにかく、まあ、宮崎もそうだけど僕にしてもそうやって背を向けてきたインターネットだけれど、ね、どうもそうじゃないなっていうことをちょっと感じ始めたんですよね、うん、でも何しろこの間、うん、あの僕にしても何しろそっちの方へ全然目を向けてなかったんでね、うん、何をどうしたらいいか分かんなくて、うん、ただねえ、うん、まあ、いわゆる Google っていうのを見てた時に、うん、あのいろんなね、まあ、いろんな本にもそういうことが書いてあったんですけれど、うん、要するに、クラウドをはじめ、うん、要するに今までお金出さなきゃ買えなかったものを無料化するっていう、うん、でここに一体この会社の目的は何なんだろうって、うん、もう非常に素朴に感じたんですよね、うんうん、そうですよね、それでまあ僕らもね、うん、普通映画を作る、うん、そしたらそれを映画で興行するって、うん、それでまあその後、ビデオにするって、うん、でその後テレビでも放映する、うん、なんていうことをずっとやってきたわけですけどね、うん、まあ僕はあんまりそういう言葉使ったことないんですけれど、うん、そういうモデルは、うん、これは早晩っていうのか、うん、もう完全に崩れ始めてる、うん、そういうことで言うと僕らもね、自分たちの作ったものをこれからどうしていったらいいんだろう、うん、その象徴的存在としてね、うん、Google っていうのをねやっぱり思わざるを得なかったんですよ、うん、だからまあ僕がすごく気になったのはね、もちろんビジネスの方もあるんだろうけれど、Google っていうのはビジネスだけなんですかね。いや違いますよ、あのGoogle の本質っていうのをどう語るかっていうのはいつもあのなかなか難しいんですけど、はい、僕なりの私なりの解釈はね、はい、あのもちろん、まあ、ビジネスというか金がないと何も活動できないので、その Google っていうのはそのなんていうんですか、Google が持ってるビジネスモデルって非常に重要なんですけども、それは何かっていうと我々 あの全部の収益の今年2兆円ぐらい の、 あの売上っていうかあの収益なんですけど、あのその 97-8% っていうのはいわゆるインターネット広告、特にアドワーズって呼んでるあの検索連動とかコンテンツ連動 の、 あの広告、インターネットの広告の収入なんですよね、うん、ここであの潤沢な資金をとにかくですよね、それでまあ僕らもね、うん、普通映画を作る、うん、そしたらそれを映画で興行する、うん、それでまあその後、ビデオにするって、うん、でその後テレビでも放映する、うん、なんていうことをずっとやってきたわけですけどね、うん、まあ僕はあんまりそういう言葉使ったことないんですけれど、うん、そういうモデルは、うん、これは早晩っていうのか、うん、もう完全に崩れ始めてる、うん、でそういうことで言うと僕らもね、自分たちの作ったものを、うん、これからどうしていったらいいんだろう、うん、でその象徴的存在としてね、うん、Google っていうのをねやっぱり思わざるを得なかったんですよ、うん、だからまあ僕がすごく気になったのはね、もちろんビジネスの方もあるんだろうけれど、Google っていうのはビジネスだけなんですかね。いや違いますよ、あの Google の本質っていうのをどう語るかっていうのはいつもあのなかなか難しいんですけど、はい、僕なりの私なりの解釈はね、はい、あのもちろん、まあ、ビジネスっていうか金がないと何も活動できないので、その Google っていうのはそのなんていうんですか、Google が持ってるビジネスモデルって非常に重要なんですけども、それは何かっていうと我々 あの全部の収益の今年2兆円ぐらい の、 あの売上っていうかあの収益なんですけど、あの
その 97-8% っていうのはいわゆるインターネット広告、特にアドワーズって呼んでる、あの検索連動とかコンテンツ連動の、あの広告、インターネットの広告の収入なんですよね、うん、ここであの潤沢な資金をとにかく稼ぎ出して、はい、それをまあインターネットとかクラウドコンピューティングのその進化に惜しみなく、うん、あのまあ再投資するっていうか、うん、そういう循環で動いてるんですよね。それはじゃあ手段ってことなんですか。で、あのドワーズが片っぽにあって、うん、でそれ以外がこっちにあって、でそれ以外のところは例えばストリートビューだろうが YouTube だろうが、あるいは Android だとか、うん、あの Chrome ブラウザーだとかいろんなものをこっちで開発してるんですけども、これはそれぞれが別にビジネスユニットになってないんですよ。生態系になってなくて、うん、採算一切考えなくていいんですよ、言ってみれば、うん、だってそのストリートビューなんか採算考えたらとてもじゃないけどバカバカしくてやってらんないですよ、ね、うん、あれだけ調達してコンピューターとカメラ積んでドライバー雇って、このこういう道をくまなく全部日本全国走らせて、はいはい、一体どれだけ金かかるのみたいな話ですよね、はい、だけどそれをやるのはそのこっちで稼いでる金があるから、ね、はい、できるわけですよね。でなんでやるかっていうと、あの我々の社税であるその世界中の情報を整理して誰でも使えるようにすると、普通の会社だったら技術者といえどもね、そのどっかで自分の技術をプロダクツにまとめて売らなきゃいけないから、あの純粋な技術を追求するなんてこと不可能じゃないですか、うん、だけど Google はそれができる感じですね。できるんですよね。そこに、そう思います、僕ですらそう思います。そうですよね、うん、初歩的な質問です。クラウドコンピューティングって何なんですか。クラウドコンピューティングってそのなんていうんですかね、あの、まあ、説明するのはちょっと難しい部分はあるけど、それをやるのはそのこっちで稼いでる金があるからね、はい、できるわけですよね。でなんでやるかっていうと、あの我々の社税であるその世界中の情報を整理して誰でも使えるようにすると、普通の会社だったら技術者といえどもね、そのどっかで自分の技術をプロダクツにまとめて売らなきゃいけないから、あの純粋な技術を追求するなんてこと不可能じゃないですか、うん、だけど Google はそれができる感じですね。できるんですよね。そこに、そう思います、僕ですらそう思います。そうですよね、うん、初歩的な質問です。クラウドコンピューティングって何なんですか。クラウドコンピューティングってそのなんていうんですかね、あの、まあ、説明するのはちょっと難しい部分あるんですけど、要は手元で今までやってきた世界が全部サーバーの世界に移行するっていうことを言ってみればクラウドって言ってるんですけど、今も皆さんクラウド十分使いこなしてるんですよ。 OS とかさ、基本ソフト、うん、ね、みんな自分のものにするでしょ、うん、だからいろんなソフトも買ってきてさ自分の手元に置こうとするじゃない。ところがサーバーの中にネットワークのところへね、サーバーがあって、そこへね借りに行くわけよ。で必要な時に持ってくる。だからそれはお金がいらない。今ね、手元に情報をその自分の手元に持つって全然現実的じゃない時代なんですよね、うん、っていうのはあの例えば YouTube だって世界中で今1分間に20時間分の動画がどんどんアップロードされてたりするんですね。でそうするとそんなものをその全部持ち歩けるわけもないし、だからクラウド側に全部情報はもう貯めるっていう時代ですよね。でクラウド側に貯まったものを必要な時に取り出してみればいいんで、取り出してみれる仕組みさえ手元にあればいいんですよね。それがブラウザーなんですよね。だから基本的には全部今まで、例えばもっと分かりやすく言うとマイクロソフト のワードとかエクセルとか、ああいうのってデスクトップ上で手元でクライアント側で動いてるアプリケーションなんですよ、ね、だからそこで作った文書っていうのは自分しか見れないし、誰かと共有するためにはメールに添付して送ったりしなきゃいけないじゃないですか。だけどこの環境をクラウド側に持っていくと、例えば文書を作るのはサーバー側のその文章をあの作るあのソフトを動かして、それ全員で見ながら一度に同じ文章に一度に大勢でアクセスして一つの文章を作り上げたりすることができるんですよ、うん、そのインフラを Google が Google の金を使って整備したわけですよね。そう、あのですからデータセンターっていうかサーバーを世界中にサーバー群をあのどんどん構築してるんですよね。だって全部自分で所有しようと思ったらね、所詮限りがある、うん、それがどっかに全部置いてあるってことになればみんなが平等、それを活用できるわけだから、うん、だからそういうものができてそれが実行に移せる、それは非常に面白いなと思ったんですよ、うん、本当仮暮らしですね、うん、まあね、うん、まあ、だからいろいろなんていうんですかね、選択肢が増えるって言いますか、例えば今クラウドで一番あの最近の注目は企業がクラウドをその自分の社内、そうですね。